今日もサッカーをもっと面白く見るためにミルクサッカーアカデミーミルアカ井上マーでございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日のお授業はこちらでございますね。とデータ通信も2021ザスパ草津群馬編でございます。参りました。毎年やってるこのシリーズデータ通信もでございます。処分が終わったということでね、すべてのデータを総計して、チームがどのような感じだったのかというのを先生が説明してくださいますということで、ね、北北海道から南沖縄まで全カテゴリーを通して全チームやってくれてます。今回はザスパ草津群馬 お願いしますよ。お願いします。はい、まあ、群馬はね、ちょっと最後の最後までちょっと残留争いにこう巻き込まれてしまうなんてこともあったんですけれども、今日も特に最終戦ってところでね、大宮とのこう直接対決なんてことがありまして、結果的には22チーム中18位かな、で終わったってところはありましたけれども、じゃあなんでこう残留できたのかみたいなところとかも、やっぱりね、草もね、群馬さんね、こう、いわゆるギリギリ残ったように見えるかもしれないけど、ギリギリ逆に言うと、それでもちゃんと残したってわけですから。はい、ちゃんと理由があるわけですね。そう、それ理由あってのデータ見ていくと、それをご紹介させていただきたく。教えてください。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではまず一つ目のデータから参りましょう。こちらでございます。ドン。出ました。はい。こちら、まずは2021のシーズン月別、状況別の成績一覧となっております。はい。下のね、水色になっているところが良かったところで、オレンジのところが、みたいなデータではあるんですが、上のグラフのところってのが、1試合の平均勝ち点になって、おりまして、下のね、各表のところとも対応しているよって感じになっておりますよと。それで見ていくと、まずやっぱりまずあるのが、7月5日にあの、奥野さんから、ま、工藤さんに、ま、監督交代等々もあったんですけど、あのそれ踏まえた上で右側見ていただきたい。こちらね、オリンピック前後比較っていうところですね。はいはいはい。あのこちらね、あの勝ち点が1試合平均勝ち点がもともと前半戦 0.91 だったのが、はいはい、1.05 とちょっとアップしたんですね。ですね。はい。うん。その要因が下見てほしいのよ皆さん。うん。1試合平均失点が 1.52 が 1.11 まで約 0.4 ですよね。一気に急激にゴンと落としたと。点を減らしたという言葉からやっぱり聞いてる。それがでかかったんじゃないのかなってところが、まあ明らかにありましたと。なるほど。まあ序盤戦でなかなか根気があってところも あるんですけど、まあ失点もある程度あってしまった。特に6月がその最たるものではあったので、それがだから監督交代後の、ここ分かりやすいですね。6月と監督交代後の直後、2.5 か 0.71 です。ああ、本当ですね。これはちょっと異常に分かりやすいってところがあるので。はい。まあ、これが効いた要因だった一つかなと思います。もうちょいだから失点そのままでいってたら、残留できてなかった可能性もあるかもしれませんね。はい、はい。ここで手を打ったのが、まあ、効いたということですね。効きましたね。はい、はい。で、これ今度個人スタッツとか、その後のレーダーチャートっていうところでも見ていきたいと思います。はい。それではまず個人スタッツこちらでございます。ドンと。はい。はい。左側にはね、今シーズンのメインポジション等々も書いておりますけれども、右側のところに、まあ、出場、選手別のね、出場割合なんてことを載せさせていただいているよというのがありましたと。そんなところで言うと、やっぱりこの人かなと思うのは僕は、畑尾選手。はい。90.2% の出場率もあったんですが、これは別途ね、あの、12月13日月曜日の21時から行ったミルワカデータアワードというところでも、ご紹介させていただいたんですが、実は、畑尾選手はちょっとディフェンスの項目のところで、ジェツナンバーワンの数値を取ったと思いました。まあやっぱそういうディフェンダーがしかもこういうね残留争いしてるよってチームに一人いると、でかかったし、やっぱ似たようなところで言ったら、あの、栃木の柳選手とか、はい、彼もオフェンスにディフェンスにデュエルで貢献されたのがあったから、ね、やっぱなかなかこう、下位クラブってのはどうしてもやっぱ攻められるケースが多いチームなので、だからこそディフェンスのところで俺奪えますけどって選手が一人いるだけで、安心感ってまるで違うんじゃないのかなっていうのはありましたね。あとはまあ出入りなんかとかで若手の選手が今年多くやってきたのもありましたけど、まあ来年にかけてやっぱよりね、ちょっと期待したのはやっぱ細貝選手ですね。はい。夏にね、まあ、いわゆるタイから帰ってきました。このチーム加入しましたけれども。はい。このチームの象徴としてね、やっていくってところはあるでしょうから、ちょっと来年も期待したなというのがありますし。はい、あと逆に気になるのとしては、今年 82% 出てた、大前元気選手がなんか京都っていう噂がね。ああ、そうですね。今。ちらちら出てる。ささやかれてますけどもね。はい。そうなんです。なんでそうなると、今年8割出てたフォワードの選手が1枚いなくなってしまうわけですから。これはでかいですね。しかも得点力がある人なので、ここ誰が来年補っていくのかってところがちょっと注目されるポイントになるのか。はい。はい。ますと。
はい。では、ここをね、あと、じゃあ、細かいところで、レーダーチャートのところでまた見ていこうかなと思います。はい。じゃあ、続いてこちらでございます。ドーン。はい、出ました。こちらですね。はい、まず左側ね、ご覧ください。はい。真ん中の太くなってるところが、白くなってるところですね。うん、ここが偏差値50、平均のところになります。はい。で、大枠が、まあ、偏差値70、すごいよってゾーンですね。になっているよと。で、見てみると、F っていうね、これ、右側の、こう、いろんな各表ともカラーリングで対応してるんですが、うん、F のキーパーのセーブっていう項目は平均ちょっと超えてるなってところがあるけど、はい、他がちょっと全部内側になってるなって。はいはいはい、そうですね、平均よりも。そうなんです。じゃあ一体、ここが一体なんでなのかってところを、これから細かく細かく、オフェンス編、ディフェンス編で見ていければと思います。はい。はい、ではまずオフェンス編からいきましょう、こちらです。拡大しますと。はい。こちらですね。まあちょっと分かりやすく出たかなというのが、まず一番左のシュートというところ。はい。の、丸1、丸2、丸3、丸4。うん。これが、まあ分かりやすいかなと思ってて、うん、サッカーっていうゲームはやっぱり、なんだろう。ゼロで抑えても、勝ちにはならないっていうね。うん、まあそうですね。点取らないといけない。そうなんですよ。うん、ここがだから1試合平均ゴールが 0.83 とか、はい、あとは1試合の平均のシュート数や枠内シュート数が10とか 2.6 ってところで、うんうん、これが22チーム中それぞれ20位とか21位の数値になってしまっているというのがあります。なんで、シュート10本打ててるのであれば、大体平均で考えると、枠内シュート 3.3 から4ぐらいのところ行きたいなってのが、うん、実は確率論的には 33% ぐらい枠内打つのが大体平均かなっていうところがあるので、うん、そこまでやっぱり持っていくのが群馬さんとしては、一つのこう来年に向けてのこう成長ポイントにはなるかなと。はい、うん。課題ですね。はい。思います。うん、でもだから同様に、右側のこの真ん中ブレイクとか、ビルドアップっていうね、真ん中と右の項目の一番上、はい、ペナルティーエリア侵入とか、うん、アタッキングサード侵入ってところも、やっぱりそれぞれ16位とか19位という、なかなか相手のペナルティーエリアの中だとか、うん、敵陣内にこう侵入できなかったってところはあるので、はい、まあ、ここをちょっと増やしていければとも思うし、はい、真ん中のブレイクの丸9っていうね、そのペナルティーエリア侵入の2つ下のところなんですけど、カウンターとかであれば、こう、やっぱ攻められがちのチームは、自分でポジション難しいので、はい、うん、カウンターでこうやっぱ攻めていくってことしたいんですが、それがこの数値も21。そう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 。はあはあ、意識的な問題なのか、ここはちょっとね、何かしら違う要因はあったかと思うんですけど、はい、ここがだから伸ばせていれば、もうちょい多分シュート数とか増えていたのかな。なるほどね。なんていうところが、浮き彫りに浮かび上がってきたかなというのが。ポジティブなところで言うと、攻撃デュエルがね、パーセンテージ。そうなんですよ。はい、だから、ボール持ったりだとか、はい、で、個人技で打開していこうってところは、あの、加藤選手とか田中選手を一方に、みんなできてたってところがあったんで、はいはい、もしかすると、自分たちが思うよりも、毎試合持たれすぎてしまったのかなっていうのが、はあったのかなと。ああ、なるほど。うん。だ群馬も成長してるけど、やっぱ他のチームたちもかなりこう成長を見せてきたシーズンってのも言えたかもしれませんね。はい。はい。続いて今度は守備の方見ていきます。はい。ディフェンスでございます。はい。ドン。こちら。こちらでございます。な、こう見るとより今度分かってくるのが、あの、プレスのところとゲートのところを見ていただけると、の、ごめんなさい、一番上ですね。ディフェンシブサード防御とか、GPA 防御ってところがあるんですけど、はい、これはどれだけこう、あの、自陣だとか、あとは自分たちのペナルティーエリアの中に入られてしまったかっていうところなんですが、うん、これがそれぞれやっぱり22位と20位ってところで、はい、予想以上にこう、入られてしまったっていうのが多いのかな、というのがありました。うんうん、はい、で、ただその代わりなんですが、ちょっと見ていただきたいのが、あの、こちら、セーブ数。はい。35番というところですね。うん、なんとこのセーブ数がですね、J2 ナンバー2という。止めまくってますね、キーパー。そうなんですよ。はい。で、見ていただきたいのもう一個ありまして、うん、こちら、はい、ドン。ちょっと戻っちゃうんですけど。はいはいはい。先ほど見ていただいた選手別の出場時間割合のところなんですが、うん、下見て下、うん。清水選手と松原選手。なんと二人ともそうしたら6割、4割ってことで。はい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 。はい。それぞれだから、ほぼ約半分ずつぐらい出たよって感じなんですよ。そう。で、もうちょっと戻しますけど、はい、このだってこういう1チームあたりでこういうセーブ数を残される方って、うん、ちょっと具体名出しちゃうんですけど、はい、あの、J1 ベガルド仙台のヤクブ・スゴビク選手とか、うんうんうん、あの、ガンバ大阪の東口選手。あら。彼らがこういうデータ残しやすいんです。はい。だけどそれをゴールキーパー2人体制ですら、2人ともセーブでしのぎきれてたってことは、なるほど。ゴールキーパーのチーム構成があまりにも良かったってことは言えるのかな。はあはあはあはい、松原選手だったら清水選手、うん、あと今年はね、今思えばあの、
ゴールキーパー、山田選手がもしかしたら J2 のゴールキーパーの中で一番、なんだろう、記事になった選手かなと思っていて、ね、今年いわゆる声掛け、コーチングのところがすごいってので、はい、J リーグの YouTube さんだとか Twitter さんだとかがかなり話題になった選手だったんですよね。そういうとこ含めて、群馬のゴールキーパー、コーチの方とかも含めてですけど、なんか群馬のキーパーチームっていうのは、今年の J2 ナンバーワンのチームだったんじゃないのかなと、はい、いうのがありました。はい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 。だから、ある意味では、もしかしたらチームとしてもゴールキーパーで奪えるっていうのが分かったから、ラインちょっと低く設定してたっていうのもあったかもしれないんですけど、うん、なんだけど相手からしたら締め締めってので、もう一気化成でこう忍び込んで来られちゃったってところがあるから、うん、プレスラインもう1メートル、2メートル どうすれば高くできるかなってことをおそらく来年以降またやっていかれるんじゃないのかなというところかなと思っております。わかりやすい。なるほどね、うん。そういうところがあったんだなと思います。はい、あとはただね、その何人かそのまた移籍なんじゃないかって話も出てますから、どんな選手がまたやってきてくれるのかっていうところをまあ楽しみにするような、この冬のね、12月、1月の移籍市場になるのかなと思っております。はい、いました。はい。はい。ようでございました。はい、ありがとうございました。ということで、このシリーズ毎日やっております。そしてね、南まで全部行きますので、他も覗いてみてください。ということで、ミルクサッカーアカデミー毎日やってます。ぜひチャンネル登録ね。そしてこの動画面白かったよって方は、高評価ボタンで応援してくださると、モチベーションになります。ということで、また明日も聞いてください。ミルクサッカーアカデミー、井上真でございました。どうも、ミルクサッカーでした。皆さん、ありがとうございました。また明日。バイバーイ。